はい。よいしょ。やるよ、やるよ。計算走ってきた。やるよ。止めてあげる。やるよ、やるよ。疲れちゃうから。もう離してる。はい、ということで、おまけ。おまけ、はい、はい。ありがとうございます。じゃあこれから解体して、はい、梱包させていただきますので、容赦していただきます。疲れちゃって。はい、じゃあこれこの後やっていきますので、このお客さんですね、実はここに答えが出てました、はい、僕がこだわってる YO です。解体の様子をやっていきますので、今回営業担当がきっちり、やらせていただきます、はい、キッチンだけによろしくお願いします。やるよ。やるよ。もう止めれない。もう止まらない。はい、というわけで YO さんのですね、キッチンの解体を始めたいと思います。実際 YO さんがいくらで購入をされたか、通常価格ですね、このリシェル、うちの販売価格が83万8000円と49万8500円、これ工事費込みでございますね。解体していきたいというふうに思います。外すポイントとしてはですね、上から取っちゃうとですね、下ね、落とす可能性あります。まずは下からずらしていくっていうのがポイントになります。今本田店長が緊急で現場に呼び出されてしまったので、替えが私が一人でやっていきたいというふうに思います。はい、というわけでまずは IH から。実はですね、 IH っていうのは大体やっぱり5年から10年が寿命というふうに言われてます。一番壊れやすいのはやはりこの魚焼きのグリルですね、まあ、IH 取り替えた方が早いですね。これ例えばこれ、この IH だと6万円なので、修理出すと平気で3万4万かかります。でまず IH ですね、どこから取るかっていうところなんですけど、これまずグリルですね、魚焼き器の方をまず取り外します。取り外すとですね、この天板とこの IH 本体の間に、ここの間ですね、フレームがあるんですね。はい、ここ実はパカッと取れます。キュッと、これを取りますと、このセンターに、はい、このビスが出てきました。このビスを外していくと、実は容易にこの IH っていうのは取ることができます。であとはですね、もう簡単です。はい、今度この天板の方のここです、左側にもこのビスで、ここも緩めていただくと、はい、こういうふうに持ち上がることができます。ポイントはですね、ここから一回奥に引き上げます。奥にキュッキュッと出すと全部がこう持ち上がると。でここに IH の場合はこの 200V の、まあ、これ抜いていただくと安全に外せます。次にですね、水洗の蛇口を取ります。実はこれですね、シンクの下にあるんですね、謎が隠されております。まあ、それを今見ていきたいと思いますが、まずこれを取る前に引き出しを取っていきます。はい、これを取るにはですね、ここ一番手前まで引いた後に一回ここの取っ手のところを持ち上げます。ふっと持ち上げると、でそのまま引っ張ってください。カシャッと、こういうふうに取れます。はい、でこのパイプがいっぱいあるところ、これが水洗のところになります。はい、でちょっと暗いんであれなんですけど、わかりますかね、ここちょっと待ってくださいね。この水洗の取り方、リシェルについている、まあ、この蛇口でいうとですね、根元ですね、ここ回ります。回すとですね、ここにピュッと止まるところがありますね。このビスを外します。でここ外すと、もうですね、このタイプの場合はすぐツーッとこういう風に抜けます。抜いていくとこういう風に、こういう感じですね。もうこれで天板が取れるようになります。天板は非常に重いので、これ一人では外せません、僕は一人で外せますけど、まあ、こういうふうにもうパカーンと外すんですね。これを、私みたいに怪力をですね、一人でできます。はいはいはい、こんな感じで、はい、こんな感じでもう取れちゃいました。
で天板が取れた状態です。下もですね、これ一個一個が独立してますので、ここに本当はビスが、ね、隣り合わせでビスで止まってますので、まあ、ビスを外してやると簡単に離れます。こういうふうにね、はい、こういうふうに離れますので、まあ、これが一個一個移動できるという形になってます。はい、というわけで、下の方が全部撤去が終わりました。次にこの天袋の方とレンジフードというふうになります。で、まずはこの扉から取るんですが、これもですね、意外と知らあの分からない方多くてですね、ここに長板がこうあるんですけど、ここのね、ネジを取ってしまう人がいるんですね。このビスでこの、長板を取ろうとする人が多いんです。それ実は NG ですですね、ここに、フックがあるんですね。このカチャッというところがあります。これを押すとパイッとこういうふうに糸も簡単に外れます。押すとこういうふうに取れますので、ビスを取る必要がありません。ということで、見えますかね、こんな感じで、はい、ワンタッチで取ることができるので、まあ、これはもうあの奥様一人でもできる作業になります。こういうふうに簡単に取れちゃいます。はい、これでもう全部終わりましたね。で、中の具材を取りまして、具材を全部取ります。はい、はい、ということで、あと天袋ですね。ビスを取る順序をちゃんと考えながらですね、上を取ります。あとはこれはゆっくりと下ろしていただければ、よいしょ、簡単に天袋を取り外すことができます。はい、で天袋を最後2つ取ってレンジフードのところになります。まずこの金具を、取り付け金具を取ってこういうふうに取り外します。でレンジフードがこういう感じのやつですね。これがあの今そうですね、主流になっているスマートフードっていうものですかね。こんな感じですね。キッチンはいいからレンジフードを取り替えたいわっていう方も結構やっぱり多いです。レンジフード一番ね消耗品になるん でレンジフードだけでも全然取り替えができます。いろいろサイズがありますので、まあ、既存のキッチン そのサイズに合わせたレンジフードを、まあ、レンジフードだけ交換と、まあ、壁にはこういうふうにビスで止まってる状態なんですね。性能なんかこれ見るとあの東南アジアの人みたいになります。こんな感じですね。こんな感じです。はい、ということで綺麗にね撤去解体がすることができました。はい、でこの次ですね、ここの、後に入ってくるのがリクシルのアレッサっていうキッチンを今度展示品として入れるものをまた紹介しますのでご覧になってください。今日釧路本当は暑いです。Party!